っとボタンが押せなくてね、指紋がちょっと自発的にじゃないですよ、これ私の頭にこれを乗せたのは私の妹ですよそう、なんか指が多分カサカサみたいで、指がカサカサみたいでなんかボタン押しても全然押せないんですよ。どうどうですか、これは私の妹。お、え、なに、むずこれ、ちょっと待って、むずすぎる。あ、え、どうできてた、え、ちょっと待って、むずかった今。え、なにこれ、なんかあのまたなんか顔に当てる系あるの今回も。めちゃくちゃ難しいんだけど、よしいつでもかかってこい、これならいけんじゃない、いつでもこれならいけそうな気がするちょっと二重顎みたいになるから、待って、めちゃくちゃ難しいちょっとさっき引きすぎて今度顔埋もれちゃった。よし、この辺、この辺じゃない、ちょっとちょっとちょっと、あ、来た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 、どうどうどう、成功したんじゃない今回こそ。どうよどうよ、結構いいとこに来たんじゃない、いけてた、あ、なんかコツをつかめました、このコツをつかんだぞ、この辺で顔をセットしといたら来ますねそう、これね、なんかタイムラグ発生しちゃうんですよね、難しいんだよね顔にはめるの、難しい、でも可愛いでしょ自分で言うなそう、あのタイムラグあるからちょっとなかなか顔に、私がはめてる頃にはね、みんなはまだついてなかったり終わってたりするんですけど、でもほらちゃんとついてるからさ、あの皆さんのこの猫じゃなくてもちゃんとポーズ撮ってるから可愛くスクショ撮れるでしょちゃんと撮れるでしょ、いつでも多分いけるけど今ならいつでもいけるんですけど、あの今すごい、ものすごい体勢でものすごい体勢で配信をしてってなんて言うんですか、どういう格好、なんかむずい、むずいむずいむずい、こうなってたもうちょい低めでこうなってた、ずっと顔はめに必死すぎて命かけて、あちょっと不意打ちむずい、不意打ちはむずいって、その体勢にさ入るのさ大変だからさ、突然来ちゃうとね、ちょっと顔がうまくはまりませんよねあ終わってるよ、違うの、私のところでは画面は今来たのに、みんなとなんかタイムラグがあるんですよ、タイムラグがあるからどうしてもできないんですよね。よし、いい、いいね、いいね、いいね、いけてるねやっぱこの辺、この辺でスタンバっとかないと、なんだ、画面の真ん中じゃないのかな、こうしたらいいのか、何なんだろう、
なんかその猫のさ顔が出るのさ画面の真ん中じゃなくない？じゃなくて自分が画面の真ん中にいないだっけ？え？なんでだろう。もうちょい私はこっちに行きたいんだけど。もうちょいこっちに行きたいんだけど。行けないんだよ。自分が真ん中にいないのか。え、じゃあここでここを真ん中にしたいときどうしたらいいんですか？こういうこと？こういうことか。こうですね。これだ。今のは虎だ…え、わかんない。なんかもう必死すぎて見てなかった。え、今回はなんか紫の猫と虎の柄がありますか？2種類ですか？何がありましたか？必死すぎて見てなかった。顔はめるのに一生懸命すぎて。あ、もしかしてさ、これ自分で撮ればいいんじゃない？ここにこうやってスタンバっておいて、ちょっとこれが、これで、だってこれで自撮りがうまくいけば顔がはめられ、だってみんなはスクショがなんかそのタイムラグで間に合わないわけじゃないですか。なんか私の画面で出るタイミングで私が自撮ればいいんじゃない？でも自撮ったところで私自分の写真別にいらないか。私の写真は別に自分で自分のいらないの。こうしてれば多分、あ、ちなみに今こうなってるのね。これをこうしてこうして今画面をこうやってるんです。だからこれで顔はめたらいけるんじゃない？これでこれでいつでも来たらいけるんじゃない？これ撮れてんのかな？ちょっと確認、確認してみよう。あ、あ、え、いいんじゃない？いいんじゃない？結構うまくいってる気がするんだけど、ちょっと待って。あ、ちょっとなんかこの辺の写真ずれてるな。あ、待って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 、今携帯ついてない。あー、ダメだ、今絶対撮れなかった。今の写真ただのテーブルでした。残念。でもね、さっきうまくいったんだよ。待ってって、だから待ってって、だだって。いけたのこれ今。あ、でも2枚ぐらい取れた。2枚ぐらい取れてたけど、顔めっちゃ気持ち悪い。待ってて、今写真確認してたんですって。これでさ。こうしたらいけるんじゃない？これでいけんじゃない？あ、ほら、しまった。ありがとうございます。え、トラ、初めて見た。は、初めて見た。だって今トラだった。驚きの顔。ちょっと今無理、今無理。今無理やった。私これ虎初めて見た。あの、多分これお正月の時やったと思うけど、今日初めて、今日初めて見たから。すんごい間抜けな驚き。あ、待って、だから待ってて、カメラ準備してないんだって。あー、終わっちゃった。カメラ準備してないんだって。みんな突然すぎるよ。今撮れた、本当嬉しめで、ありがとうございます。え、トラ、私さっき初めて出たよ。なんか、じゃあトラじゃないんだ、さっき出てたの。あれなんだ、あの、なんていうの、三毛猫みたいなやつだった。トラと三毛猫と
紫ガンダム、なんか紫さっきからめちゃくちゃいっぱい出る。紫がいっぱいですね。今ね、写真に収められたのはね、紫と虎だけ。三毛猫ちょっとまだ収めてない。なんかこうなる、ほら見て、割とうまくスクショできてる。スクショっていうか、もう普通に撮ったのか。いけてると思いません？この方法が多分一番上手に撮れる。でもこうすると今度自分が近づきすぎる。あ、これがいいんじゃない？これがいいんじゃない？これがいい気がする。てかやっぱなんか普通に盛れる。あ、今絶対もう加工取れてた。ただのカメラ目線の自分取れちゃった。ただのカメラ目線の自分いらな。あ、三毛猫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 。あ、絶対またなんか加工ついてない自分来ちゃった。あ、来た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 、来ました。え、結構うまくいったんじゃない？これで全部いけました。今おお、全部いけた。いけました。じゃあこれを、え、ちょ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 、ムービーにしとけば。確かにそれはそうだわ。でもやっぱさ、なんかその普段からさ、自分のさ顔を悟ってるさ、自分の慣れたさ加工がついてるじゃないですか、これで撮ると。だから普通に盛れる。普通に盛れる。普通に撮るなって。ちょっとなんかショールームの、ショールームの画面よりもやっぱ盛れる。これでもあれか、今壇上にみんなが映っちゃうから、配信終わった後とかに撮れば多分なんかモザイクとかかけずに載せられるね。あとでじゃあそれでメールに送ろう。てかそれだったら普通に自分で自撮りしればいいって話ですよね。わざわざショールームの画面越しに撮らなくても、普通に普通にこれでこうすればいい話ですよね。何のための写真だったのか。ちょっとせっかくなので今日はじゃあこれをつけて。なんか髪さ急に明るくなったと思いませんか？なんか今日なんかすごい髪明るってなったんですけど、なんか明るくない？そんなことない？なんかここ数日で急に髪色なんか色落ちしたのか、なんか急にめっちゃ明るくなった。明日は公演なので普通にこのままですけど、今日誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。にゃん、おめでとう。素敵な一年にしてくださいね。なんか色抜けてきちゃった。でも私次ちょっとなんか春っぽくしてみようかなって思って。まだ全然染める予定ないけど、まだネイルもねバレンタインのまんまだからね、ミモザにしてちょっと髪色も春っぽくしたいなと思っています。これが明るくなってきたので次何か撮影系があるときに撮影系があるときに、もう撮影終わっちゃったんですよね。そこの前はあの西広の撮影をしまして、
新潟日報さんに載る、新潟日報さんに載るやつと、あとレイの撮影もしてきました。そうなんだ。その時にね、で、あの帰られたらまあ良かったんですけど、あのオフラインのさ、次の日だったからさ、オフラインだって夜まで会って、ね、その後次の日結構午前中とかだったから帰られなかった。ネイルもね、本当はもうだってさ、レイとか多分乗る時はさ春じゃないですか。だから春っぽいネイルに変えた上でレイとか撮れたら一番良かったんですけど、ちょっと前日オフラインで夜までちょっとあったから、ちょっと髪の毛ネイル行く時間がなくて変えられず、残念ながら。なのでバリバリのバレンタインネイル髪色もちょっと落ちかけみたいになっちゃってるんですけど、まあでもプリンにはなってないからまあ大丈夫、髪の毛。そうなんです。でもなんかすごいレイの撮影はめっちゃその衣装春っぽい感じにしたので、なんかね、衣装さんがいくつか衣装を用意してくださってて、その中から、まあ、自分の着たいやつを選ぶ感じで選ばせていただいて、そう、今日春っぽい感じに撮っていただいて、衣装を春っぽい感じにしたので、ちょっといつのに乗るかはわからないんですけど、そう、何月号なんだろう。でもまあ 春号だね。多分もうさ4月号が出るぐらいじゃない、月始めとかにだいたい出るだろうから、4月号がもう多分3月頭で出るはずだから5月号とかになるのかな。さすがに4月号には乗らないよね、この短期間で撮影して。もう3月頭に出すは多分ないと思うか、5月号とかになるのかな。撮影してきたので、なんかでもそのなんだろう、衣装的には結構なんか今生写真さ、そのなんだろう、コスプレ系もあるけど結構私服っぽいのもあったりするじゃないですか、それぞれテーマがあって。例えば春服だったらまあ春服とか、なんか普通に生写真でもそういうテーマがあったりとかするじゃないですか。なんかその衣装的にはそんな感じではある、やっぱ春服だから、その衣装的にはまあ生写真であってもまあおかしくはないよなみたいな衣装なんだけど、なんか撮り方が全然違くて、普段のその公式で販売するような生写と、そのアイドルの生写真っていう感じの撮影の仕方となんかやっぱちょっと違くて、写り方なんていうの、カットの仕方なんて言ったらいい、カットの仕方って髪の毛みたいになっちゃうの。そう、なんかあの生写真は引き中寄りみたいな感じで撮るじゃないですか。でもそのなんだろう、引きとか寄りとかがあるのは変わらないんだけど、なんかちょっとこうしゃがみなんて、いやでもしゃがみも今生写真あるからなんて言ったらいいんだろう、ポーズがちょっと生写真とは違ったり、あとなんか多分照明も違くて、そうなんか聞いたら、なんか生写真とかは結構いろんなところで撮影するから、なんかスタジオみたいなところで生写真撮影する時もあるし、なんかこうセットを立ててさ生写真撮影、なんか撮影する場所が結構その時々によって変わったりとかするから、なんか照明をなんか単純にしてるっていうか、なんかこうどこの場所で撮ってもなんかそこまで差が出ないように、生写真の時のライティングはそこまで複雑にしてないんですって。でもなんかこういうなんか雑誌っぽい撮影みたいになった時、ちょっとずつ照明を変えてるらしくて、でなんかその照明が違うだけで全然、まあ、撮り方撮られ方も違うんだろうけど全然違くて、そうなんかすごかったです。めちゃくちゃ可愛く
撮っていただきました。なんかもうよりもその生写真のよりよりもよりみたいな難しいけどそうだったりとかしてめちゃくちゃ素敵に撮っていただいたので楽しみにしてください。でそのなんかその新潟日報さんに載せていただく方も多分前回のやつはまあ私は載らなかったんだけど、でも前回の時は多分新規で撮影してなかったと思うんですよ写真、新潟日報さんに掲載された時って。でも今回はその新潟日報さんに掲載していただくために新しく撮影していただいて、すごいなんか壁写撮ってるっけ今っていうくらいめちゃくちゃ丁寧に撮っていただいたりとかして、そうなんですよ。なのでちょっとその新潟日報さんもいつのに乗るかはちょっとまだわからない、聞いてないんですけど、すごく丁寧に撮っていただいたので楽しみにしていてほしいなって思いますし、そう、はじめましてありがとうございます。そうしかもその今回のその新潟日報さんの方に掲載されるやつはあの参加してるメンバーのその NGT48 の中でのなんかこう目標があったじゃないですか。だからなんかその目標を達成したらその新潟日報さんに掲載できるよみたいなやつだったじゃない。だからメンバー全員、そのゲームに参加したメンバー全員がこう映るんですけど、なんかこう順位順というかになんか並ぶらしくて、そうだから私も今回は2位だったので結構しっかり前の方で大きく写していただけるらしいのでありがたいです。なんかねやっぱりそのなんだ地元の番組とかもそうなんですけど、すごいやっぱ見てる人が多い、特に新聞はおじいちゃんおばあちゃんの方が見てたりとかするから、そう近所、私の近所はおじいちゃんおばあちゃんがいっぱい住んでるのでそうだからそのやっぱ新潟日報を撮ってるお家の方が多いし、なのでねその近所のおじいちゃんおばあちゃんは絶対新聞とか多分見ると思うから、それで自分が乗ってた時にすごく多分周りの近所の方々とか親戚だったりとか喜んでもらえるんじゃないかなってすごく思うので、そうなんかね今日はなんか家族でお祓いに行ってきたんですけどそうなんかそこもうちっちゃい頃からずっとお世話になってるお寺さんで、でもうなんか私がアイドルになってからも、まあ、ほぼ毎年行ってたりとかするんだけど、そのお寺の方にも、まあ、最近テレビでお見かけしましたよ、多分丸鶏アップかな、最近テレビでお見かけしましたよって言われたりとかやっぱりその地元のテレビ新聞はすごくやっぱ見てくれてる人が多いから、そこにだから自分が出られることって結構大きくて、そうもちろんねレイの掲載もその普段見てない方に自分を知っていただくっていうところではやっぱりすごく大きなチャンスだと思うんですけど、自分の身近な人は多分テレビ新聞の方がすごく見てたりすると思うから、なのですごい嬉しい、楽しみです。新聞に載るのめちゃくちゃ皆さんのおかげで大きく載せていただけるので楽しみ、すごくね、ちょっといつの新聞になるかわかんないんですけど楽しみにしていてください。そう、あ、そう、あとあれね、大事なやつ大事なやつ、あのハードさんの動画が先ほど公開されまして、そちらもね、YouTube はちょっとおじいちゃんおばあちゃんはもしかしたら見ないかもしれないけど見ないかもしれないけど、でも今回そのハードオフファミリーとして初めての動画がついにアップされたので、はい、
ぜひ見てください。今回は、ね、今回はでも結構動画紹介って感じでは、動画紹介、お店紹介っていう感じではあったんですけど、そう、オフハウスアウトドア&スポーツ新潟竹雄店さんの方にお邪魔させていただきまして、はい、撮影してきました。見ましたか？ありがとうございます。そう、なんかあれ、私自分で動画見て思ったんですけど、あれみたいじゃない、ジップの来てるねとか目覚ましの今時みたいな、なんかそのさ、若い女の子がさ、最近流行ってるものとかお店とかを紹介する朝のテレビのワンコーナーみたいなのってあるじゃないですか。なんかすごい自分の動画だけどあれ見てる感じがした。言いたいことわかりますか？絶対みんな見たことあるじゃん。最近はこういうのが流行ってるみたいですよみたいな。なんかあれみたいだった、めちゃくちゃ自分で見てて、そうそう、歩きながら説明、そう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 、そういうところ、そういうところがすごい、なんか、あ、そう、なんか若い子のレポーターみたいなやつ、そうなの、そうなの、来てるね今時みたいなやつ。でもああいうのちょっと憧れてた、憧れてた。あのコーナー好き、あの朝の番組の。だからなんかそれっぽかったよね。でもなんか最後のあの動画いかがだったでしょうか。なんか今日はオフハウスアートダンドスポーツ新潟竹雄店さんにお邪魔しました、店内をこうぐるっと見回してみたんですけどみたいな、最後さ、なんか椅子に座って言ってたじゃないですか。なんかあれはすごいスタッフさんに、あの、なんだっけ、建物探訪だっけ、あれって知ってますかって言われて、あれですよね、あのなんかお家をこうなんか紹介する番組ですよね、なんか昔見たことあります、なんかあれ、あの番組って最後なんかそのお家をこう紹介した後にその人がなんかこう振り返りみたいなのを最後言って終わるんですよみたいな、じゃあ、あんなイメージでお願いしますって言われて、そうで、そんなイメージでやりました、あのなんかテントの前の椅子に座って、そんなイメージでって言われてやりました。伝わりますか？そう、私はね見たことあって、なんか土曜日の午前中にやってた、昔新潟で、今はやってないかもしれないけど、割と好きだったよ、ちなみに。割と好きだった、なんかお家の工夫がいっぱい出てくるので、あ、わかりました、そんな感じですね。やりました。そう、今回はお店をまあぐるっと見てで紹介して終わったんですけど、次回以降は実際にそのグッズを購入して、でまたさらに次の動画ではなんかその購入したものを使ってまあキャンプまではやらないかもしれないけど、なんだろう、デイキャンプ的なのとかやるらしいです。ちょっとまだ1回目の撮影、今回があの投稿された動画のやつしかまだやってなくて、まだ2回目以降の撮影をしてないので、ちょっとどういう感じになるかはわからないんですけど、今後はでも購入、実際に購入したり
その購入したものを使ったりとかするらしいので、ちょっと今後も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、すごい楽しかった。そうやっとね、ハードファミリーとしてのお仕事が始動したのでね、なんか今年もこうちょっとアウトドアのお仕事にはしっかり力を入れて頑張っていけたらいいなとは思ってます、はい、ちょっとくつろぎすぎじゃない？もろ。もろ、人のベッドでさすがにくつろぎすぎじゃない？何なの？ごめんね。はい、います。この猫耳私につけたのは彼女なので。妹です。はい、妹いました。なんか息を潜めてたんですけど、ずっとあまりにもちょっとなんかベッドでくつろぎすぎてるので突っ込まざるを得なかった。妹さんも猫耳つけて、違う、つけてたんですよ、さっきつけてて、つけてここに寝転んでて、このまま配信始めるって言って、なんか猫、今日猫の日だからちょっとうちの飼い猫が画面に映り込んじゃったっていうことにして、ここで寝てみるってそう、ちょっとリアル猫とかしてちょっとここに映ってみるって言って、配信の10分前ぐらいから、うん、いつもだったらもう配信の1分前とか2分前ぐらいにこう端末を準備するんですけど、もう面白すぎて、あの配信はしないけど画面つけた状態でちょっとここに画面上に映してた、ずっと。そう、なんかそう面白かったですよ、猫と貸してみるって。結構なんかノリノリで猫耳つけてくれた。全然つけてとか言ってないのに自分からつけて店に来た。それで私は何も触れずにこのまま配信始めようかと思って、でなんか今日すごい妹と服装がなんか似てて、いや上は似てないんだけど下がね、なんかこんな色のデニムを今日妹も履いてて、でなんかここに最初寝転んでて足がさここに映り込んでたわけ、なんか顔は映らなくて体だけここに寝転んで、私がここにいてね顔は映んないんだけど体がちょっとなんか映り込んじゃうみたいな画角になった時に、なんか私の足なのか妹の足なのかわからない足がここに映ってて、なんかいや妹の足なんですけどめちゃくちゃ気持ち悪い、私がものすごい足開いて、なんか上に足開いてるみたいになって、なんかめっちゃ気持ち悪くそう
でもなんか今日そのお祓いに行った時に私のおじいちゃんとあとおじもいたんですけど、今日みんなこんな服着てて白ニットみたいな。おじいちゃんとおじとなんかお揃いにしてきたっけ服、めっちゃみんな服似ててみんなこんな服着てた、お揃いになっちゃった、面白かった。そうなんですよ。そうなんか今日本当はリハがあったんだけどなくなって、そうなの、チカナの卒業公演がもうあと何日後、今日が水曜日だから木金と4日後とかか、4日後とかもう卒業公演のリハがありまして、でも今日なかったんでね、私亡くなったのでだから出かけてきましたそう本当はもともとお祓いの予定はあったんだけど、お祓い終わった後リハに行かなきゃいけない予定だったから、でもそれがなくなっちゃったからもうそのまま今日は家族とずっと一緒にいました。はじめまして、ありがとうございます。ねえそうなんだよ、もうあと4日なんだよね、めちゃくちゃ早い。あ、鈴の音はこれです。もしかしてこの鈴でずっと犬がいると思われてたのかな。自分ですねずっとこの鈴を鳴らしてるのは私です。はい、私です。そう、お祓いは年一でいくかな。これで私はもうきっと今年の運勢超いいと思う。なんか今年もうすでに結構ついてる、いい感じなんですけど、お祓いをしてこの邪悪なものを取り除いてもらってきっともっと良くなるそうなんだよね、あと4日後なんだよね。そう、私結局チカナと一緒にリバイバルは1回も出てなくて、出てないよね、出てないんですよ。そうなのでもうあと卒業公演だけだから、あと本当にちょっとで。そうなんだ、からドラさん揃うことなかったんだよね。そうなんですよ、ドラさん揃わなかったリバイバル。そうなのよ、そもそも私がそんなにリバイバル出てないんだよね多分。あ、チカノ、そう、チカノも舞台があったからほとんど出てなかったし、そう、なんか私も私ほとんど出てないまあ出てるけど、会議の方がまだ出てるね。会議もでも日向さんと同じポジションだからたまに日向さんが出てたりとかもして、でもまだ会議の方が出てるけど、私は完全に夢と半々ぐらいで、でも夢の方が今だとちょっと多いかな多分。なのでそう、それぞれ結構出てなかったりすることが多かったから揃わなかったですね。そう、なんかでもさ、ドラさんってさ、みんな誇りの丘でデビューしたからさ、なんか1回ぐらい誇りの丘最後にやってもよかったかなって感じだけどそう、まあでももうあと卒業公演だけなのでね。私は明日公演あります。明日昼夜なんだよね。ねえ、明日までにどん兵衛ある？もう本当にショックだった、私どん兵衛持って帰ってくるの忘れたの、結構ガチでショックだった、忘れてた。まだあるかな、昨日なんか結構みんな食べてたよね。梅ちゃんさっきそば食べてた。さっきそば食べてた、うん、でもあの子はなんかもう家に持って帰ってきてるから。え、ショールーム見てたの？ん？ショールーム見てた？ちょっと前。あ、ちょっと前。最強どん兵衛の祖母が絶対に食べたいのに、昨日持って帰
昨日、おとといか、持って帰ってくるの忘れちゃって、でも昨日公園で結構みんな食べてたからな、もうないかな。最強そばあるっぽい。本当にみんな私の分取っといてくれたかな。絶対食べたいんだけど。で、なんか昨日でもそのメールでもらってくるの忘れたっていうのを書いて、で、みんなになんかおすすめのカップ麺とかも聞いたんだけど、そのどん兵衛の鴨だしみたいなやつもあるっぽくて、それ私さ、鴨肉が大好きなのね。鴨そばとか超好きなんですよ。で、なんかそのおすすめのカップ麺ありますかって聞いた時に、そのどん兵衛の鴨だしが美味しいよって教えてくださった方が何人かいらっしゃって、そう、それめっちゃ食べたい。それも超食べたい。え、でもさ、あのなんか劇場にさ、なんかめちゃくちゃいっぱいいろんな種類のどん兵衛あったじゃないですか。それもあるかな。鴨だしそば、これめちゃくちゃ美味しそう。これもあったかな、劇場に。まあ完全にもらってくる気でいるんだけど、これ超食べたい。ちょっとおすすめしていただいたので、これも食べてみたいな。追加が来るってすごっ、食べ放題やん、すごいね。最強どん兵衛食べると他が食べられなくなる。そんなに、そんなに違うの最強どん兵衛。めちゃくちゃ食べたいんだけど。え、ちょっと絶対明日持って帰る。明日誰かお見送りとかで言って、どん兵衛持ち帰りなって。私が忘れないようにみんなお見送りとかでカンペ出しといてくんない。どん兵衛。でも絶対食べたい、絶対持って帰んないと。明日ね、昼夜公演だからね。歌はる、もうね、え、そうだわ、絶対明日持って帰ろう。明日久しぶり公演、いつぶりだ、なんか私結構久しぶりな気がするんですけど、公演いつぶりだろう。2月初めましてじゃない？あ、全然そんなことなかった。2週間前に出てました。バレンタイン前に出たね。そういえば2週間ぶりです。そっか、明日祝日なんだね。明日祝日か。楽しみにしています。頑張ります。そろそろ終わりにしよっかな。まだラジオ部の台本見てないんだ。このあとね、10時からラジオ部なので、ちょっとそろそろ終わりにしようかなと思います。明日も朝早いので、朝早いのでって別にショールーム、このあとラジオトークあるからそんな関係ないんですけど、ショールーム早く切り上げたところで早く寝れるわけではないので、明日も朝早いのでって言ったところで特に変わらないんですけど、終わりにします。やっぱ手がさ全然反応しないんだけど、どうしよう。開けました。13位ノートンさん、ありがとうございます。12位クリキントンチョーカーさん、ありがとうございます。11位ホッシーさん、ありがとうございます。10位小山田さん、ありがとうございます。9位ヨッシーさん、ありがとうございます。8位キャン君さん、ありがとうございます。7位サバサンダさん、ありがとうございます。6位アルニストさん、ありがとうございます。5位ヒーローさん、ありがとうございます。4位ヨシさん、ありがとうございます。3位タカさん、ありがとうございます。2位トッシーさん、ありがとうございます。1位シャオさん、ありがとうございます。
そうだ、おしゃべり会、あれなんだっけ、オフラインおしゃべり会、なんかめちゃくちゃ完売が出てるみたいです。ありがとうございます。でもあれかな、今回で多分一旦受付終わりましたよね、今日でね。今日で一旦終わって、でもまだ最終受付じゃないから、また多分オフラインの方はもう一回受付が来ると思うけど、結構完売が出てたっぽいので、もしかしたら、うん、そう、3月の25の方のオンラインおしゃべり会は最終受付だったんですけど、オフラインは多分まだ最終受付の案内は出てなかったはずで、でも多分その今めちゃくちゃ完売が出てるらしいので、また次そのオフラインの方の受付が始まった時にはもしかしたら結構完売になってるかもしれない、わかんないけど、ありがとうございます。めちゃくちゃね、そう、東京のオフラインがすっごく楽しかったから、みんなにすごく来てほしかったので、いっぱい申し込んでいただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。それではありがとうございます。この後ラジオトークお待ちしてます。やっぱ押せないわ、やっぱボタンが押せない。 OK、 バイバーイ。